はい、どうもよろしくお願いします。いやー、やばいよ、本当に。ね、今日、共同通信杯のね、予想動画を上げるわけなんだけどもね、本当に当たっていないというね。全く、今年入って、東海ステークスが取り紙だったってだけで、あと全部外れてるわけなんで、まあ、本当マイナスなんですよね。本当に当たってない。こんなに当たってないチャンネルもね、ないよ、本当に。少なからずよ。他の人みんな当たってるからね。で、まあ、真面目に毎週予想してるわけなんだけどね。本当に、今まであんまこういうことしてないんだけどね。もうこんなに外れてるんだ、こんなに。これ全部外れ化けんだ。これやばいでしょ、これ。ねえ。本当に、まあ。そんなに僕、額はそんなにぶち込んでるしてないから、金額にしてみたら大したことないのかもしんないけども。でもね、ちょっとこれ考えちゃうよね、これは。これはね、考えちゃうよね。ということでね。いやー、まあでもこの共同通信杯はね、7頭しかいないんだよね。7頭しか。だからね、これが当たらないようではね、いよいよやばいことになってくるぞということでね。いやー、本当にね、皆さんはね、どうですか？この中で競馬買ってる人、まあ競馬買ってる人しかこの動画開こうと思わないか。どんぐらい当たってますか、皆さん。ねえ。いやー、本当にね。うん、去年はね、でも去年はこんなじゃなかったな。去年はもっと当たってたな。はい。というわけで、まあね、あんま知りすぎるとね、余分な雑音みたいなのが増えてくるからね、ということで、うん、ちょっとすみません、今日はそんな長話しないでも一気に発表しますということで、こうです。アドマイ・ヤマーズ、クラージュ・ゲリエ、ダノン・キング、リ・フォッサ・マグナって順番ね、まあ4頭ですね。うん。まあ朝日杯勝った、馬、アドマイヤマーズ。うん、まあ、ここはまあ、変に嫌う必要ないのかなと思って、他のメンバー見たら、まあ、さすがに抜けてるかなって。で、あと、クラージュ・ギレイですね。で、ダノン・キングで、もう2戦2勝で。で、ホッサ・マグナ、シンバ勝ち。まあ、シンバ勝ちの馬はね、シンバ勝ちの馬をどうするのかっていうのは、非常に問題なんですけど、まあ、ルメールをね、なんか、あえて尖って嫌う必要はないなと。ね。普段ね、この尖り、腐ってる、尖りまくってるこの僕でさえね、これと尖ってね、外すのはちょっとやめてた方がいいかなって。確かにね、あんま新馬勝ちの馬もう一頭いたんだけども、まあ相手ルメールなんで、7頭しかいないんで、4頭抜かせば馬券に入ってくるってことなんで、ね、全然来るかなと思いました。はい。まあ新馬戦の足もすごかったんでね、こんな感じですわ。こんな感じさあね、ということで。はい、じゃあ、ボンレス高島とね、タナケンのコーナーもね、ぜひ見てください。ボンレス高島のね、消し馬予想はね、非常に当たってるんですよね。この調子が続いたら、ちょっと乗っ取られかねないんでね。まあ、僕は絶対そういうことさせませんけども。はい。まあ、ぜひご覧ください。はい、どうも、こんにちは。ボンレス高島です。共同通信杯の消し馬を上げていこうと思いますけど。まあこのレースはね、頭数が少ないんで、山本くんが久しぶりにしっかり当てるためだけのレースですからね。7頭中3頭が絡むというのに、僕は消し馬を上げなきゃいけないという自国のね動画ですけど、ホッサマグナにしました。もうね、しょうがないですよ。距離延長1004からね、1008に延長で、キャリア2000目シンバ勝っただけで、まあ、ルメールとか人気するでしょうっていう馬を上げるしかないんですよ、僕は。まあ上位2頭はさすがに来るんじゃないかなと。まあでもね、先週の如月賞を見てるとそうとも言えない気もしますけど、ルメール人気だろうみたいな、この馬を僕は上げるしかないので、山本さんしっかり当ててください。ありがとうございました。はい、共同通信杯ですね。頭数少ないし、そんな穴を狙ってもって感じなんですけども、クラージュ・ゲリエですかね。まあ、2000m、ね、前走 2000m 使ってからの参戦で、まあ、距離延長するよりかは短縮する方がよろしいのかなと。で、まあ、武豊さんがね、まあ、最近ノリノリの調子がいいということで、でまたあとね、戦ってきた相手が強いですよね。西野デイジーとかいろいろやってきた中でここなので、まあ、ちょっと他の馬がね、格が落ちるので、まあ、ここは普通に馬券内に来てもらわないと困るかな、そういう感じの、見解になっております。無理してね、穴を
ースではないのかなと思います。はい、というわけでね、よかったら参考にしてください。買い目です。こうしたんですけど、僕はね、三連単めったに買わないんですよね。毎週競馬予想見てくださってる方知ってると思うんですけど、僕馬連とか三連服とか馬連三連服たまにワイドとかしかやらなくて、三連単って買うことはまずめったにない。まあ初めてかなこれね。そう、中山グランドジャンプとか大障害をはじめとした障害戦では僕よく三連単っていうのは買ったりするんですけども、平地競争で三連単って僕めったに買わないんですね。でも今回ちょっとね、別に狙って買ってるわけじゃないんですけど、7頭しかいない上にちょっと割と人気どころを指名しちゃってるんで、三連服だと買ってもね意味がないんですよね。あんまりまだオッズ出てないからわからないんだけど、多分全然つかないと思うんで、これ4点、三連単4点なんですけど、それでもね4点でも買いすぎかなってぐらいのレースになっちゃうと思うんで、まあしょうがないんで、しょうがなく買いますこれはね。まあクラージュゲリエをね2、3ってここを折り返しにして1着は固定でね、まあ1.23倍になるんじゃないですか。でそうなってきたらもうこう買うしかないんですね。こう買うしかないんですね。ということでこんな感じで買おうと思います。というわけでね、皆さんもねぜひね予想をね聞かせてください。教えてください。予想の仕方を教えてください。競馬の予想の仕方をね、僕に教えて僕が成長していくっていう、そういうコンセプトのね、教育チャンネルなんで、これは知らなかったでしょ。教育チャンネルなんですよこれはね。というわけで、はい、よろしくお願いします。というわけでね、ぜひね、高評価を押してください。高評価を押してください。高評価が増えていくとね気分がいいんですよ。低評価でもいいです。あ、もう何でもいいです。もうね押してくれたらね嬉しいんで、よろしくお願いします。はい、というわけでまた明日何の動画出そうかな。明日はね、いつも割と何の動画出そうかなってことは結構考えてるんだけど、結構取りだめはねいっぱいしてはいるんだけどもね、取りだめした後僕めちゃめちゃ寝かせるんですよ。その場の衝動で撮るものが多いんで、その場の思いつけてパッと撮ったやつ、なんかその場の衝動でやったやつをねすぐ上げたらね、なんかその冷静な判断ができてないと思うんで、ちょっとやばいことになりかねないかなって気はするんです。そういうことはないように、撮ったやつをすぐ上げるってことは競馬予想とか以外ではねやめるようにしてるんですけども、まあこんな感じでね、これからもねよろしくお願いします。末永くよろしくお願いします。7月から毎日投稿を始めて7、8、9、10、11、12、1、もう8ヶ月ぐらい毎日投稿をねしてるというねえなかなかしぶといチャンネルですよこのチャンネルはね。たとえね登録者がね激減しようがね、再生数がね全く伸びなかろうがね、僕は、まあ、上げた後のことは知ったことないから、上げた動画がねね、10再生ぐらいで終わるほうがね、1万再生以降がねもう関係ないんで、上げた後はもうどうぞ勝手にって感じなんで、まあ、ここまでが僕の仕事です。ここまでが僕の仕事、後のことはもう知らないですということで、よろしくお願いします。